悪いんですけれども、それではですね、昨日届いた油圧計なんです。これね、早速取り付けていきたいと思います。これは、あ、線やな。で、これが、え、あ、これあんのか、カバーが。あ、これ、あ、大体な。で、これが例のね、一番ネックなこのセンサーなんですけれども、油圧のね、これが1年以内で壊れるらしいんで、取り外しやすいとこね、取り付けていきたいと思います。結構大きいし、重たいし。でも結構見た目ね、重厚な感じで、壊れそうな感じはないねんけどね、これが壊れるんですよね。よいしょ。これが中身全部なんで。センサーを挿して、電源を挿して、この電源は、追加メーターの方が取りますんで、このままでね。まあ、とりあえずこれでね、フードカバーして、ちゃんと、この感じで付けていきたいと思います。取り付けはですね、A ピラーに対して、一直線でこのメーター並んでますんで、ここにね、取り付けていきたいと思うんですけれども。やっぱ角度とかね、取り回しがね、ちょっとね、この辺ガタガタになってまうんで、気をつけてね、配線とか。この辺りでね、OK なんで。ね、固定して決まったんで、これね、あとはね、配線をはわしていきたいと思います。配線はですね、もうここの縁、ここのね、縁沿いにも隠していって下まで行くと。で、下から後ろに行くと。一年以内に壊れるんで、まあ脱着しやすい場所が一番ベストだと思うので、まあこの辺りで、どれぐらい漏れるのかな？結構漏れるかな？まあこれがね、落ちきるまで、ちょっとね、待っときたいと思います。それでね、結局はこの角度を変えるのは、エレメントをね、変えた時にね、角度調整したいと思うんですけれども。で、こんなもんでね、この辺りで、これ100もないな。ちょっとだけ切りしてと。この油圧アダプターがね、結構ね、でかいんですよね、これ。この大きさなんで、もうええな。まあ、これ取り付けるだけなんでね。まあ、緩くね、ここまで入ったらもう、この位置からもう、メンチかなんかでね、回してくださいね。ここ持って回したらね、なんか、こことここがなんか、ね、なんか、シールみたいなんでくっつけられただけなんで、動いてまうんでね。こっからレンチか何かで回しもうたら、このセンサーがね、なんせ壊れるみたいなんで、早い人だったらもう1週間ぐらいで壊れるんでね、もうこんな奥歯のとこ入れとられんからね、壊れるって分かっとって。でもこの上具合な、上の方にこんなもんか。まあ振動がね、かなりね、ダイレクトで来るところなんで、まあがっちりつけとった方がいいと思うんで。まあね、オイルがね、これだけしか漏れてないんで、ほぼね、足さんでもいけるんかな、これ。こういう感じでね、配線はね、なるべく邪魔になるんでね、隠して邪魔にならんように室内まで持っていきたいと思います。念のためですね、オイルをね、
やっぱり足しときますんで、まあ、これぐらいでだっていうおおよそでね足してますんで、こちらに頭見えますよね。やっぱしていってこちらから中にね持っていってますんで、そうすると終着点はこちらね、こちらから終着点はこちらになってますんで、これで前のメーターとつながってますんで、それではねこの状態でちょっと車を動かしてみたいと思います。あ、音、うん、ちゃんと機能してますね。こちらを見てね分かる通りね12センチぐらいかな下から離れてますんで、まあちょっとね12センチちょっと不安なんですけれども、まあ後ろ気ぃつけとったらね、まあバックの際気ぃつけとったらね縁石ぶつかることないんでね、試しにね後ろの縁石がね9センチなってますんで、まあここはとりあえず当たらないということで大丈夫なんですけれども、それではね今日はこの油圧センサー油圧アダプターをつける動画になっていますので、どうも最後までね見ていただいてありがとうございます。まだねチャンネル登録高評価もねしていただければ励みになりますんで、そのあたりもよろしくお願いします。